どうも、アルダナゴです。どうも、アルダナゴです。コナン君といえばですね、はい、そこがおかしいんやけどまず入りとして。もうそれは認めるんやね。うん、我々、はい。コナン君というと、世界中で起きるありとあらゆる事件に関与してるじゃないですか。だって、行くとこ行くとこ死神ですからね、はっきり言って。死神行くとこ行くとこ殺人事件起きますから。だから、なんでコナン君がやとか、毛利心いないとこでやらへんのかなって。そう、あれ疑問なんやから。あれはコナン君が案件。案件。お金出して事件起こしてもらって、俺が解決してっていう感じやん。うん、ってことはコナン君っていうのは今までこの2000年間のこの歴史上のありとあらゆる戦争事件全てに関わってるんじゃないか、はい、なるほど、はい、というわけで今回の企画は、はい、いや分からへん今回この背景聞いてもよく分からへんどういうことこの背景からの今回の企画は歴史上のあらゆる事件コナン君の映画っぽくつけてみようぜなるほど僕ベイカーストリートの亡霊とかよく言ってるじゃないですかああありますねはいハロウィンの花嫁とかはいあれは事件の言うたらもう全容をそれっぽく言ってるっていうまあなるほどだからつまりってことはノルマントン号事件も仮暮らしのアギエッティみたいな感じで、はい、それもダサっかいけどな、まあ、言うことができるんじゃないかって、はい、なるほどでそしたらみんなも、まあ、覚えやすいんじゃないかあなるほど、まあ、というわけで今からお題を言ってもらってそれを、はい、名探偵コナン〇〇の〇〇みたいな感じでなるほどあ、はいはいはい、あなるほどなるほどというわけでやっていきたいと思いますメイコちゃんまでの秘密真実は一番イエタータソロでマコが気に入ったやつを最後選んでマジかじゃあ1個目のお題本能寺の変はい本能寺の変ってあれでしょだって、うん、逃げ切れんくて死んだってやつでしょいますはい名探偵コナンミスヒコのストラテジー噛むなよお前大事なとこ噛むなよお前名探偵コナンミスヒコのストラテジーミスヒコの理由は明智光秀だからじゃないですか視線お前噛みすぎやろそうっすね名探偵コナン反逆のサーヴァントおーよさそうサーヴァントは家来こんなん言ったら怒られるかもしれんけど名探偵コナン光秀の〇に明智光秀の自己満自己満でも自己満はオナニーと捉えますだってカタカナで書けって言ってたもん俺が悪いんじゃないこれは分かる略し方俺は名探偵コナン信長へのドッキリ違うネタバラシできひんネタバラシできんけど本当はドッキリやったんや明智光秀で君もやけどドッキリやねんけどほんまやと思って死んじゃったパターンはいじゃあいきますはい俺は戦国武将織田信長ねえちょっと待ってちょっと待って同級生で幼なじみでもない大名の明智光秀の怪しげな謀反に気づかず目が覚めたら体が透けてしまっていた過ぎた玄白に助言を求めた俺は北条政子に名前を聞かれ土佐に織田信成と名乗りスケート選手スケート選手時代が大錯綜してる状態名探偵コナン嵐を呼ぶ猛烈明智帝国の役者違うアニメ入ってるなこれ聞いたことあるぞ聞いたことあるぞやってもうた反逆のサーバーね、ああいいやんめっちゃいいやんめっちゃいい反逆のサーヴァントねじゃあ次サブタイトルの明け光秀のタイタニック号沈没事件ああなるほどねなるほど1912年4月14日のことです、まあ、過ちのホワイトスターラインってのもあるけどホワイトスターラインっていう会社なんよへぇ過ちのホワイト知ってんなお前キモすぎるやろそれ無駄なウィキペディアみんな好きなんよ俺寝る前に多分5件ぐらいウィキペディア見て寝てんねん毎日何なんその瞬間できた、うん、名探偵コナン戦場のシャトルランああ素晴らしい素晴らしいそれは素晴らしいわなんかもうありそうやもん船が傾いてみんなバーって走ったりするっていうなるほどねいやそれは素晴らしい表現よ名探偵コナン三密のレスキューボードそれはあるわいやほんまにそう当時2200人ぐらいタイタニック号には乗ってたんやけどそもそもそのレスキュー船700人ぐらいしか乗れへんようにちょっと設計されてないっていうのが問題になったんや名探偵コナンワンナイトラブああ素晴らしい
これはただのワンナイトじゃないよ。確かに確かに。このラブは永遠のラブなんやけど、はいはいはい、でもワンナイトだった。ああ、この深さ。深すぎ。それは深い。深すぎ。完全に今もう俺たち映画の、まあ、映画がもうあのノンフィクションとしてるけどね。名探偵コナン、からくれないのラストバレー。おお。あれは夕方。あ、からね。空が夕日に染まっている。なるほどなるほど。首体操とか言って。なるほどなるほど。これでもちょっと不謹慎なよな、あんまりやりすぎると。はい、名探偵コナン、力石を呼ぶ猛烈氷山アタック力石を呼ぶ猛烈氷山アタック。で、力石を呼ぶ、むしろぶつかりたい。力石をぶつかりたい。怒られるわ。いや、怒られるんだ、こんなんやつ。さあ、あれですかね、からくれないのラストバレーです。あー、素晴らしい。いや、それ素晴らしかったら、最後、ラストバレー。テストで出そうなやつがいいよな、どうせやるんやったら。YouTuber31人飲み会ってなんですか。ありやな。ありやな。ありやな。これ行こう。次は YouTuber31人飲み会です。いやー、まこやったかお前。でもあれか、去年の6月ぐらいやな。てかちょうど1年前ぐらいじゃない。まこそこ切り込むとはなかなか尖ってんな。全然俺やりたくなかったのにそれ。確かに俺もやりたくなかったわ。名探偵コナン、まだいた参加者。実はまだいます。多分裏にはまだあと10人ぐらいいると思ってます、僕は。さあ、俺はいつ殺されるんでしょう。さあ、いつ。名探偵コナン、誘われない安堵感。だから絶対そういう炎上ないんよ、我々。我々はね。我々そういう炎上ないんよ。我々もあの遠くの方から見てたから。何も知らんねんけどな、あの事実。でも、俺はこう思ってる。名探偵コナン、はめられたトミー。これ全然全部ゼロじゃないと。実は理由があるかもしれない。実は理由があって、確かに確かに。でパターンだってあるかな。これ俺らの大丈夫かな。こんなやってるから嫌われるんちゃうかな。こんなやってるから俺ら誘われん。やかんでこんなん書いたら電眼。はい、いくで。名探偵コナン、生きのいいコアラ。こんなん書いたらあかんで。コナン焼くよ。言うてんねんけど。俺も書こうとしたけど。息のいい名探偵コナン、路上の放物線。じゃあ、あのあれ、あのああそういうこと。エビじゃん。名探偵コナン、言いづらいサイレン。こういうの良くないんじゃない？その場にいた人たち。その場にいる人はね。もしかしたら心の中で良くないんじゃないっていう思いながらね。と思ったけど言いづらいサイレン。名探偵コナン、酩酊した動物園。名探偵コナン、アルコールの引火性。あー、なるほどなるほど。引火ってどういうこと？炎上した。炎上した。あ、なるほどね。うまい。それはうまい。物理的な性質と人間的な性質。確かにこれはあれを俺たちがやってることはあれをよく見せようって。めちゃくちゃよく見せようとしてるんだよ我々ですよ。だからそここういうパターンもあるんや。キャッチにね。名探偵コナン、再認識されるコモンセンス。あー、こういうのもあるんや。なるほど。で、常識と書いてコモンセンス。はいはいはい。こういうのあるでしょ。はいはい、コナン君大好きでしょ、こういうの。素晴らしい。はい、というわけで、僕たちの新しい映画、31人の YouTuber が飲み会をするという、ね、映画があるんですけども、これが名探偵コナン。タイトルは再認識させるコモンセンスです。おお、あれも意外と普通なの言ったらもう学びのある映画にしてきたなと思って。なるほどなるほど。まあそうですね。あのあれやね、自分が編集しなかったからちょっとビビってるよね。ちょっとビビってる。あのね、なんか勉強系 YouTuber、 酩酊した動物園とか選べんかったよ。選べんかったよ。選べんかったよ。これも映画化してくださいみたいなのがあったらコメント欄でぜひ応募。はい、我々ね、無限に作れますから、映画を無限に作らせてください。無限に作れますからね。はい、というわけで、はい、タイトルはいつも一つ。